ハモンセラーノはスペインで作られる生ハムである。ハモンとはハム、特に熟成したものを言い、セラーノは山のという意味である。塩漬けにした豚肉を長期間気温の低い乾いた場所に吊るして乾燥させる。主に改良種の白豚の後ろ足から作られ、イベリア半島原産の黒豚である、イベリコ豚から作られるハモンイベリコとは種類が異なる。ハモンセラーノは 鮮やかなピンク色で、柔らかい食感と塩味が特徴。アラゴンのテルエルさん、グラナダのトレベレスさんなどが有名。ハムカットディッシュスペインバレンシアの肉やちなみに、ハモンセラーノと呼ばれるには、白豚の生育などの基準があり、基準を満たさないものは、ハモンクラードと呼ばれ、比較的安値で取引される。ハモンセラーノは薄く切ってそのまま、ボカディジョの具材として、ハモンクラードは、 煮込み料理などの食材としても広く用いられる。スペインにおいて、ハモンとはこのハモンセラーノなどの生ハムを指すことが多く、他の多くの国でハムとして認識されているハムは、ハモンコシードあるいは、ハモンで余力として区別されている。イタリアのプロシュットディパルマ、中国の金華ホトイと並んで、世界三大ハムの一つと言われる。スペイン中の市場や、食料品店で、 ハモンが丸ごと吊り下がっている光景を目にすることができる。酒場のカウンターには台に乗せられたハモンセラーノやハモンイベリコが陣取っており、日本人にとってのマグロと同じように、スペインの人々にとっては特別な食材と言える。ハムを切るハモンベイオッタハムサンドイッチハムの成熟と塩漬け、ありがとうございます。